九州は一つ、大分県臼杵市。禅寺の住職をしながら、動物性由来の食材を一切使用しない、全て手作りの精進料理を提供し続ける安藤栄君。匠の蔵。検証前時に匠を訪ねた。こんにちは。こんにちは。ようこそご遠方お越しくださいましてありがとうございます。和尚のお作りになる精進料理楽しみにしてまいりました。ありがとうございます。料理は寺の上の高台にある清月庵でいただく。安藤にとって精進料理とは、作るものが精進して精進して、まあ、そこから出てくるものを食べていただく、そういう料理であると思います。冷たいお吸い物でございます。ミネラルというか、もう昆布のエキスというか、もうね、この辺で昆布が揺れてます。私のこの辺りで。ごま豆腐です。あ、これですね、はい、相当のねっとり感ですね。本当だ、この喉を通る時のこの滑り落ちていく時に、何でしょう、こうごまの香りの置き土産といいますか、はい、いや、ここまで弾力があって濃いごま豆腐って初めてです。精進料理をいただくことは、調理するものの手間と心をいただくこと。